第5章、導かれし者たち。エンドールからはるか東の山奥に名もない小さな村がありました。その村に住む人々は決して表には出ず、よそ者を寄せつけず、ひっそりと暮らす毎日。村人たち以外はそんな村があることさえ知らないはずでした。しかし、さあできたわ。あれからどれくらい時間が経ったの？最初の序章から。ミックスはいい子だから、このお弁当を池で釣りをしているお父さんに持って行っておくれ。お父さんは魚釣りをして、あれかね、食いぶちをつないでんのかね。それから村のみんなに会ったらちゃんと挨拶するのよ。レベル1、それは変わらない。ここさっき手に入れたかな。さっきっていうか最初に。死んでいる。おはよう。こうやって寝っ転がっているととても気持ちいいのよ。私たち大きくなってもずっとこのままでいられたらいいね。最近変な夢を見るの。大人になった私たちがこの村でいつまでも幸せに暮らしている夢。この村が大好き。ミックスのことも大好き。ユリだ。散歩かい？今日はいい天気だね。キエイ。わはは、油断したな。ひでえやつだこいつは。弁当持ってきてくれたのか。17歳か。そろそろ大人の仲間入りだな。強く正しく生きるんだぞ。たとえ何が起こってもな。まあ、ここら辺のアイテムはだいたい取り尽くしたでしょう。じゃあお前もご飯にするかい？はい。大変だ大変だ。ついにこの村が魔物たちに見つかったんです。やつらは村のすぐそばまで来てて。私のことはいいからすぐお逃げ。さあ急いで。さあ私についてきてください。魔物は俺たちで食い止める。ミックスを早く安全なところへ。あなたにもしものことがあったら私、とにかく隠れてすぐ行くから。クソ、魔物どもめ、ついにミックスの居場所を突き止めたか。もう少し時間があれば立派な勇者に育てられたものを。ついてこい。変わった。お前はお役目ごめんだ。ついに来るべき時が来たようだ。今まで黙っていたが、私たち夫婦はお前の本当の親ではなかったのだ。詳しい話をしたいが今は時間がない。さあ早く隠れるんだ。農作業のおっちゃん、お前ここで何してたんだ。ドヒャー、魔物が攻めてきたって。それじゃ戦わなくては。いいかよく聞け。魔物どもの狙いはお前の命。魔物どもはお前が目障りなんだ。お前には秘められた力がある。いつの日かどんな邪悪なものでも倒せるぐらい強くなるだろう。しかし今のお前はまだ弱い。とにかく逃げて生き延びるのだ。よし、お前にこれを渡しておく。きっと役立つ時があるだろう。モンスター図鑑。今は逃げて、そして強くなるのだ。わかったな。動けん。今まであなたと一緒に遊べてとても楽しかったわ。あなたはとても可愛いから私本当の妹のように思ってた。あ、そういうことなの。モシャス、俺にさ、モシャスかけるよりさ、襲ってきたモンスターにモシャスかけた方が良くないか。同じ力になれるんだよね。外から魔物たちの声が聞こえる。デスピサル様、勇者ミックスを仕留めました。おお、でかしたぞ。よくぞ勇者を仕留めた。貴様には後で褒美を取らせよう。では皆の者引き上げだ。いや、褒美も無駄になったな。デスピサロよ、燃えてる。うわ、やばい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 。ヒットポイントが減っていく。足元を調べた。羽帽子を見つけた。やったぜ、装備証。盾は何もないんだ。え、装備できねえの？装備できません。え、なんで？悲しいな。何のために手に入れたんだ。もういいや、こんな町用はない。
山小屋。お、なんか怒ってる。命の木の実。ワンワン。まずはアサル。50円ももらっていくぞ、親父。川の鎧ももらっていくぞ。これは有効活用させていただく。銅の剣、川の鎧。よし、守備力上がった。なんだおめえ、旅の門かい。ここは見ての通り木こりの家だ。にしてもしけた面してんな。俺はよ、陰気くせえガキはでえきれいなんだよ。てめえみてえなガキはさっさと山を降り上がれ。南東に行けば城がある。はーい。他なんかないの？なさそうだな。この墓はところで誰の墓だ？特に変わったところはないようだ。あ、ここね。今いくら持ってんの？50円。ここはブランカのお城だ。僕たちは魔物の親玉を倒すために旅をしているんだ。君も僕たちの仲間に加わらないか？いや、どうでもいいわこんなやつら。そうか、じゃあまた会おう。世界を救うはずの勇者が魔物たちに殺されたそうだ。しかし心配するな。世界は我々が救ってみせる。あれあれ、なんでこいつはもう嫌になっちゃったのかな。私たちに怖いものなんてないわ。いや、怖がってんじゃん。早く行けや。この人たちについているといろんなところに行けるからエロを儲かります。お前はもうここで奴らとはおさばらだ。防具の店。金はないからね。武器の店。特にだな。ここは宿屋。漁れるもんを漁っていこう。またこの国には古くから伝わる言い伝えがある。邪悪なるもの目覚めるとき勇者もまた目覚めんと。なんもなさそうだ。またいるのか。戻ってきた。この世はもうおしまいじゃ。地獄の帝王を倒すはずだった勇者様が魔物たちに殺されたそうじゃからな。誰がさ、そんな噂ばらまいたの？だ、そんな噂知ってんのって魔物だけじゃん。さっきの状況からすると、トルネコという男が掘ってくれた洞窟のおかげで西のエンドールにも行けるようになりました。道具屋。だってあの村のことは誰も知らないんでしょ。誰も知らない村にモンスターが攻め込んできて、で勇者を殺したと。でその噂がなってさ、一般の人間の耳にも触れるの。もう魔物が言ったのかな、勇者倒したぜーみたいな。教会があって、ここはさっき言ったな。で宝箱は取れるはずもなく、西の大国エンドールによく当たる占い師が来ている。俺も占ってもらいたいものだな。王様はこの上におられる。ブランカ王は身分に関係なく誰でも会ってくれる。私たちの踊り素敵でしょ。エンドールで大人気の踊り子の踊り方を真似したのよ。その踊り子には妹がいてね。二人で勇者を探して旅をしている。くるりん。なんか上に行けるところがあるけど、ここは王座の間である。くれぐれもブランカ王に粗相のないよう。おや、そなたは先ほどの4人連れの仲間ではないのか。最近魔物退治をなりわいにするああいった連中がよく王様に面会に来るんだよ。よくぞ来た勇者を目指す者よ。そなたもまた世界を救うため旅をしているのであろう。勝手に決めつけんなよ。方法をミカミックスと申すか、良い名前じゃな。ではそなたがするべきことを教えて死んだよ。まあ王様だから上から目線でもいいんだけどさ、地獄の帝王が蘇るのを何としてでも阻止するのだ。そのためには世界中を旅して帝王についての言い伝えを集めなければならぬであろう。そなたのような若い子には辛いかもしれんが気をつけていくのじゃミカミックスよ。はい。あなたは西のエンドールに行ったことがありますか。とても大きな都だそうですね。噂ではエンドールの姫とボンボールの王子が近く結婚するとか、羨ましいですわ。そうか、じゃあ俺が結婚してあげようか。そうすればこの国の俺は王子になるの。ちょっと身分がよくわかんない。昔々北の山奥に天女が舞い降りたそうです。そして木こりの若者と恋に落ち、二人の間にはそれはそれは可愛い赤ちゃんが生まれた。え、その赤ちゃん嫌ですわ。こんなのおとぎ話に決まってますわ。なんで木こりに恋するの、おかしくないか。西のエンドールに行きましょう。敵は出ない。ここは3章でトルネコが、あ、なんだ、え、いきなり
これなんかあれだよね、通行何万人、何人か忘れちゃったけど、おめでとうございます。このトンネルが開通したが全然何万人じゃなくて1000人だった。よってあなたはエンドール王から豪華な商品が贈られます。カジノコイン2000ゴールド分です。コインはあなたの名前でカジノに預けておきましょう。おめでとうございました。俺まだ名前名乗ってないんだけど。いやラッキーだな。じいさんは、あ、まだいる。もしトルネコというものにあったらこのじじいが心配していたと伝えてくだされ。やったぜ、とりあえずコインゲットした。2000ゴールド分ってことは200枚か。あ、でも1枚10円ではないからな、20円に値上がってる気がする。いきなりカジノへ行く。勇者たるもの、遊び心も忘れてはいけない。何枚持ってんの。676枚。さっきのさ、なんていうの、1枚20ゴールドになってんね。2章とかで買ったものも追加されてるから。祈りの指輪、スパンコールドレスとかね、欲しいね。ハヤブサの剣も欲しいな。地道に稼いでいくしかないみたいだね、ドラクエ4は。コイン、あ、マーニャがいる。話しかけないで気が散るでしょ。まあ、ミネアを仲間にしますか、とりあえず。いや、全くこの人の占いはよく当たる。あなたも占ってもらうといい。占いいかがですか。10円かかるのか。まあいいよ、しょうがない。あなたの周りには7つの光が見えます。まだ小さな光ですが、やがて導かれ大きな光となり。もしあなた勇者様、自分勇者っていうのをさ自覚してんの。だってあなたを探していました。邪悪なるものを倒せる力を秘めたあなたを。私と姉のマーニャはあなたと共に暗黒の力に対抗すべく運命づけられたもの。この世界には私たち姉妹と同じ運命を背負った者がいます。まだ見ぬ彼らと力を合わせ地獄の帝王の復活を阻止するのです。勇者様、私たちを導いてください。ミネアが仲間に加わった。さあ参りましょう。姉のマーニャは今日も懲りずにカジノで吸っているはずです。それすらもわかるのか。とりあえず道具袋。わ、布の服しかない。マーニャも仲間にしないとダメ。道具袋の中はなくなるのかな。持ってるものはあれだね、ちゃんと引き継いでるよね。不思議な木の実、銀のタロット、火薬壺、踊り子の服。道具袋のものがどうなってるかだな。ちょっとこいつも仲間にしてから。何邪魔しないでよ。姉さん、やっぱここにいたのね。私が占いで稼いでも全部カジノにつぎ込んで私たちもう一文なしよ。ごめんなさい。こちらの方は私たちが探していた勇者様よ。ちょうどいいじゃん。勇者様に養ってもらうことにしましょう。軽いな。しかしもうこれで仲間が3人だからな。早い。お、袋の中に仲間の持ち物が追加された。やったやった。東に行けば何かが見つかると占いではそう出ている。ちょっと道具の中を見よう。あ、あるね、あるあるある。銅の剣、薬草とかいっぱいあるし。薬草とかさ、アリーナが仲間になったらすげえいっぱいあるんじゃない。鎖鎌、これちょっと一回勇者に装備させるか。よし、鎖鎌になった。ここって何売ってるんだ。ホーリーランスとかでも売ってたよね。ホーリーランスを勇者が装備できるかどうか。装備できない。正義のそろばんももちろん装備できない。鉄の槍はな、買ってあげる必要はなさそうだな。こういうところってアイテム変わってんのかな。5章に来てどう生きればいいのか分かったよ。で、占いが当たるって言ってもさ、悪い方向に当たるかもしれないよね。あなたは明日死ぬでしょうみたいな。そんなこと言われたらもう絶望なんだけど。ちょっとそれよりここの
お城に鋼の剣がね売ってたと思うんだよね。俺だけ超弱えな。作戦、もう全員ガンガン行け。手段は問わん、敵を殲滅するんだ。薬草か、ちょっと回復させよう。めんどくせえから満タンで。私も結婚したいな。どこかにかっこよくてお金持ちの男いないかしら。あ、鋼の剣売ってるね。これ欲しいな。ちょ、いらねえもん全部売っても無理かな。不思議な木の実って400円で売れんだ。まあもったいないけどね。踊り子の服は300円でしょ。いやーちょっと、いや待って、鋼の剣2000円、カジノやってハヤブサの剣手に入れるか、どれくらい時間かかるんだ。すっげえ時間かかりそう。メタルキング系はなかったよね、カジノに。ドラクエいくつ、なんか5とかになるとカジノにメタルキング系があった気がするんだけど。65000枚か。でも77で2回攻撃でしょ。それは強いよな。スパンコールドレスって大して効果ないんだ。特殊効果なしか。素早さ2倍、65000か。100スロットがないっていうのがねきついよね。まあ、剣術に行きますか。剣術に、まずはちょっと鋼の剣を買おう。そのためにまた勇者のレベル上げを兼ねて戦っていきますか。で、東に行けと言ってたね。バブルスライム弱い。ヒヒーン、何もない。世界を救う旅をしているから馬車を譲ってくれだって。はあ、ダメだダメだ、嘘の匂いがする、信用できないな。あんたには悪いが、俺は誰にも会いたくないんだ。さっさと帰ってくれ。はい、もう来るなよ。え、お弁当こんなとこにあった。何個捨てたことか。お弁当は15円。困ったな、この砂漠も馬車でなら越えられると思ったのに。持ち主があれではな。18円、結構高えな。人数分取られんのか。で、ここの砂漠は確かにあの馬車がないといけないんで、なんか誰か情報くれないかな、他に。家にしてみようか。わからない人だな、あんた。そこまで食い下がるなら俺の話を聞かせてやるよ。これでも俺は昔あんたみたいに旅をしていたのさ。ある時、世界で一番大切な宝物が隠されているという洞窟の噂を聞いたんだ。俺は友達と二人でその洞窟に入ったよ。でも一番の友達と思っていたのに、突然俺を裏切って、チキショー。クソ、嫌なことを思い出したじゃないか。もう誰も信じない。帰ってくれ。なるほどね。少しじゃあレベル上げも兼ねて、今この洞窟に突っ込んでも多分死ぬから、やっぱ勇者のレベルを上げなきゃいけないんだよね。どこでレベル上げするのがいいんだ。まあいっか、ちょっとエンドールで少しカジノやってみよう。やっぱり、はい、そんなわけでレベル上げが
終了しました。ミカミックスレベル9ですね。で、装備は鋼の剣、鉄の鎧、鉄の盾、革の帽子ということで、装備も充実しましたので、先へ進んでいきたいと思います。こっちの東の方ですね。大目玉1匹、もうこいつらは雑魚でしょ。お金がね、かなり貯まりやすくなってると思うんですよね。前のドラクエってそんなにお金が貯まんなかったイメージがあるんだけど、ミネアにもね、鉄の盾を買ってあげました。よし、ここの洞窟行きましょう。あ、そうか、ここって一人だと壁が壊せないんだよな、確か。3人揃って壁が壊せるようになる。なにー、あれ、階段ってこれ階段？あ、違った。あの扉も確か3人いないと開けないのかな。で、マーニャとミネアが見えて、頑丈そうな鉄の扉、一人ではとても開けられない。ああ、よかった。助けに来てくれたのね。私たち、あなたがきっと私たちを探しているだろうと思ってずっと待ってたんですよ。そうそう、どんなに待ち焦がれたことか。あなたが地獄に落ちるのをね。ベロベロ。そうか、ベロベロってマヌーサ使ってくんのか。呪文はニフラムホイミ、メラ、ベホイミまで覚えてます。まあ、マヌーサにかかるまでは攻撃でいいでしょう。弱っ。楽勝だな。ザコか。おお、また落とし穴。あれ、なんか追われてる。やっと助けに来たのね。一体何やってたのよ。え、さっき上で私たちの偽物に襲われてくるのが遅れたですって。そんなことどうでもいいわ。このままじゃ食べられちゃう。あいつらに一滴残らず生き血を吸われて死んでしまうわ。あんたはね、からが本番か。吸血コウモリ先に倒しておこう。一撃で倒せるから。裏切り構造はそこそこだね。もう一回いけるか。あ、力貯めてる。やべ、ベホイミで回復しよう。ほら、よし、2回で倒せるか。鋼の剣があれば雑魚だな。922とかすげえ経験値持ってんだけど。じゃあ上登りましょう。ん、下に降りて、でまたマーニャとミネア。ああ、ミックス、よかった、助けに来てたのね。って言うと思ったでしょう。もう騙されないわよ、偽物め。待って、姉さん、この人は本物みたい。私にはわかるわ。エンドールのカジノで吸ってたのはミネアである。どう、合ってる？この二択じゃん。一応正解だわねって。軽いな。まあ別にあれ間違えてもどうってことないんだけどね。ん？どっちへ行けばいいんだ？ここか。下に降りて、いっぱいあるな、壊せるところが。ほいほい、壁。で、ここが入れる？あ、回せない。信じる心を見つけた。信じる心を手に入れた。リレミトレ出れるかな。マーニャが先になってんな。出れない。全部壊してこう。せっかくだ。歩いて帰んなきゃダメか。
こ最初に落ちたとこだよね。てかさ、ここのダンジョンの目的がよくわかんないんだけど、なんでここのダンジョンが存在してるんだろう。魔物たちは何をしたかったの。宝があるよって言っておびき寄せたかったのかな。ただギラ撃ってこないのか。せめてもの救いだな。5人でギラ撃たれたらかなり危険だしね。バギーが大して効かなかったからな。 OK、 一掃完了。ミカミックスレベル10、結構追いついてきたな。リリパッドごときスカラをかけようが一撃よ。わあ、いっぱいいる。イオの出番だな、こういう時は。マニア遅いんだよね、ちょっと思ったけど。リリパッド効かねえし。ここでもメラを唱えるか。全力だな。ちょっと並び順ミネアを先にします。信じる心。別に宝探し目的で洞窟に入ったわけではない。まあそうだね、夜だけど大丈夫かな。おや、なんだいその宝石は。信じる心をホフマンに手渡した。ああ、なぜだろう。この宝石を見ていると心が現れていくようだ。信じる心か。君たちはこの宝石をどこで手に入れたんだい。なんだって、あの洞窟でか。皮肉なもんだな。俺が友に裏切られた場所に信じる心か。いや待てよ、もし俺があの時友を信じていたら今とは違った結果になっていたかもしれない。あの洞窟は信じる心を試す試練の場だったんだ。大切な宝とは信じ合う人の心だったのか。俺が間違っていたよ。よし、まず君たちを信じることから始めてみよう。ぜひ俺を君たちの仲間にしてくれないか。もちろん馬車も一緒さ。またホーフマンを殺さなくてはな。仲間に攻撃できないっていうのがちょっとめんどくさいんだよね。さあ行こうか。あ、勝手に動いてる。俺の馬のパトリシアだ。みんな可愛がってくれよな。ヒヒーン。さあ出発だ。ということで馬車を手に入れましたので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。